夏たくさん勉強したはずなのに、模試になると成績が全然伸びてない。入試レベルの問題になるといつも初見で解けない。こんなどれだけ頑張ってもいい判定しか取れないって嘆いてる人に今日は伝えたいことがあって動画を撮っています。今めちゃくちゃ辛いですよね。わかります。勉強すれば成績はついてくる、努力は報われる。こう信じてここまで勉強を毎日頑張ってきたんですよね。でもいい判定、さすがに辛すぎる。これめちゃくちゃ気持ちわかります。だって僕自身もこの時期絶賛いい判定やったから。てかまあ最後までなんですけど。でもそこからでも合格しました。だから今日は今、というかまあずっと E 判定で絶望してる受験生のみんなに、こんなに頑張ってるのになんで E 判定のままなのか、その根本的な原因と、この先どう勉強すれば逆転合格できるのか、その本質的な勉強法をお話ししていこうと思います。まずなんで E 判定のままなのか、ここですよね。これ理由は簡単で、模試で点数が取れてないから、それだけですよね。じゃあなんで模試で点数が取れてないのか、ここに根本的な原因が潜んでますよと。結論、模試で点数が取れない、それはここまでみんながやってきた勉強は模試の問題を解くための基礎、礎になる勉強でしかないから。これほんまにたくさんの人が勘違いしてるんですけど、いくら基礎を固めたって模試や入試レベルの問題は解けません。成績の上がり方のイメージとして、こういう比例のグラフを想像する人っていうか、まあ期待する人が多いと思うんですけど、こういう伸び方をするのは勉強したものがそのまま出題されうる定期テストの点数だけです。定期テストと模試入試の伸び方は全然違うんです。いやいや、それは知ってますよと。そういう受験生の人も多いでしょう。その人たちはこう教わったんじゃないですか。成績は指数関数的に伸びるって。確かにさっきの比例のグラフに比べたらまだこっちの方が現実的です。でも実はこれも違うんです。だってみんなこれだけ勉強してるのにこれっぽっちも伸びない、そう感じてませんか。頑張れば多少なりとも伸びるはずなんですから。じゃあ実際はどうなのか、答えはこれです。最初はずっとほぼ横ばい、ここにいるのが皆さんです。基礎を固めてる間は模試の成績ほぼ上がらないんです。模試や入試問題っていうのは基礎を固める間に培ったことを応用してやっと解ける問題、つまりこの応用の仕方、学んだ知識の組み合わせ方っていうのを身につけない限り解けるようにはならないんです。だからまだいい判定でも諦めないでね、これが僕の言いたいことです。じゃあどうすれば解けるようになっていくのか、これがここから話すこの先どうすれば逆転合格できるのかです。これは結論、さっき言った応用の仕方っていうのを身につける必要があります。伸びない受験生の勉強の仕方として、問題を解く答え合わせをする、間違えた問題はその解き方を覚える、再度解き直す、こういうのがあります。でもこれやと間違えたその問題は解けるようになった、でもまた次の入試レベルの問題で間違える、これをずっと繰り返すことになります。これやっちゃうと泥沼です。この先も残念ながら伸びません。だから入試対策の勉強、正しくはこう、問題を解く答え合わせをする、で次はどんな勉強をしてたらこの問題を解けたのかを考える、そしてその勉強を行う、この流れに変えるだけでさっきのグラフでいう階段状の伸びっていうのを実現できます。いいですか。間違えた問題を解けるようにするんじゃなくて、その問題を間違えないためにどんな勉強が必要だったのかを考える、これが模試で E 判定を脱却する、入試問題を解けるようにするための本質的な勉強法です。こっからはただがむしゃらに勉強するだけじゃダメなんです。ここまで必死に頑張ってきたことを生かすためにも、この考え方でぜひ毎日の勉強に取り組んでもらいたいなと思います。何回も言いますが、諦めたらダメです。今日のこの話を信じて最後までぜひ努力し続けてほしいなと思います。僕がやってるこのポラリスアカデミアという塾にもこういったお悩みたくさんいただいてます。 E 判定で受かるか心配です。ずっと頑張ってるのに成績が上がりません。そんな受験生の皆さんのお悩みを僕たちはずっと解決し続けてきてます。今日の動画を見て、まさに自分のことだな、こっから腐らず E 判定だけど頑張っていかないといけないな、でもどういう風に勉強していったらいいかいまいちわかんないな、そういう人はですね、ポラリスアカデミアの無料の受験相談活用してもらったら、うちのプロの講師があなたのお悩み解決しますので、概要欄の公式 LINE もしくは申し込みのリンクより無料の受験相談申し込んでみてください。うち無料体験もやってますので、プロレスアカデミーがどんな指導をしてるのか、この指導を受けてちょっとでも勉強を改善したい、合格したい、そういった人はですね、無料で1週間受けられる体験がありますので、概要欄の LINE か申し込みページから受験相談申し込んでいただけたら、そっちの方で無料体験のご案内もすることできますので、もう今うまくいってないけども何とかして合格したい、そういった方はぜひうちのプロレスアカデミーを最大限フル活用してもらえたらと思いますので、引き続きこれからもよろしくお願いいたします。ということで、最後までご視聴いただいてありがとうございました。諦めずに頑張ってください。さよなら。